はい、問題の著作権侵害といってフジテレビジョンから消される動画です。消されるので、動画として取り扱わずに、時々止めてみます。テレビドラマに見る片親阻害症候群児童虐待というタイトルで流れております。これがフジテレビジョンから何回も消されて、チャンネルごとバンされました。6000万人ぐらいいたチャンネルですかね。何が都合悪いんでしょうかね。離婚してから嫌がらせで合わせてなかったですからねと言ってますね、男の子が。朝廷上等用と言ってます。この国はね、先進国で唯一の共同親権じゃなく単独親権なわけなんでしょう。この偉そうな口の利き方。いくら訴えようが私があっかんべーと言えば言えないわけよと。予知事かと言いたいね。何の理由もなくと男の子は尋ねてます。そんなもんでっち上げればいいのよと。旦那が DV した、息子が怖がって会いたがらない、でっち上げって本当はいいパパだったんですよねと男の子が言っています。知らんがそんなことと、合わせてなんかやるものかと。これが公共のテレビのやることでしょうかね。公共のテレビはこういうことを垂れ流していいんでしょうか。まあ、これが何回も削除要請っていうのを来て、まあ実際削除になりましたから、3回続けて。これのどこがいけないんでしょうか。だって実際にテレビで流れた映像らしいですからね。皆さんもこれ問題視しましょう。